との会話、不可解な行動、見つからない狂気、真実の行方は。ユーラシアエクスプレス殺人事件。
田シェフ、片岡翼です。今修学旅行で上海に来てるんですけど、大変なことが起こりそうなんです。お願いします、すぐに来てください。お客様にお知らせいたします。まもなく上海に着きます。ロンドン行き南側ユーラシアエクスプレス号が発車いたします。ご乗車になるお客様はユーラシアエクスプレス。どうした、そろそろ出発だぞ。なんだ、竹内先生か。なんだって、なんだって言ったでしょ。何のためのくじ引きだと思ってんだ。はい、順番順番。はい、A 組以外は、はい、戻る。はい、戻って戻ってみんな。早く、はい、部屋に戻って。戻りなさい、早く。何よ。あ、宇佐美先生。困ります。昼間からお酒を飲まれては。大丈夫ですか？部屋に戻られた方がいいんじゃないですか。すいません吉川先生、ちょっと飲み過ぎちゃいましたね。部屋に戻って休みます。本当大丈夫ですか。私伊吹先生に行って薬持ってきてもらうように頼んでみます。はい。あ、すいません、はい、少しだったもので。部屋に水を。かしこまりました。ここにいらしたんですか。よかった。間に合わないかと思って心配しちゃったんですよ。あ、そうだ、これなんですけど読んでみてください。ね、私いたずらだとは思えないんですよね。翼さん、宇佐美先生見なかった。え、あ、そこですれ違いましたけど、お部屋じゃないんですか。それがいらっしゃらないのよ。後部車両のトイレかもしれませんわね。皆様、右前方をご覧ください。ただいまよりユーラシアエクスプレス号の車窓からご覧いただける名所旧跡のご案内をいたします。中国は皆様もご存知の通り4000年の歴史を持つ伝統ある国です。各地には名所だけでなく。なんだか通路の方が騒がしいんですよ。行ってみましょう。どうしたんですか。車掌さん、このドア開かないんです。どうなってるんですか。かなえ、どうしたの。こんな奴に捜査任せるんですか。大丈夫です。この先生なら必ず犯人を見つけ出してくれます。しかし
いきなり信用しろって言われてもだな。どうでした、あの扉開きそうですか。はい、後部車両と連絡を取り合いましたが、やはり一旦列車を止めないとどうにもならないようです。次の駅は半町ですわね。どのくらいかかるんですの。約2時間後に到着の予定です。あ、それと班長には地元の警察が待機しているそうです。じゃあこんなやつの勝手にさせることないですよね、伊吹先生。私は吉川先生がお決めになるのが妥当だと思いますわ。このクラスの担任ですし。はい、私はこの方に捜査をお任せしようと思います。西倉先生お願いします。まあそれほど言うなら。お聞きの通りです、よろしくお願いします。犯人を見つけ出して早く生徒たちを安心させてやってください。ありがとうございます。この105号室が私たちの臨時の事務所ってことですね。あ、いけない、あと2時間しかないんですよね。すぐに捜査始めなくちゃ。これ人物メモです。みんなのプロフィールを簡単にまとめておきました。ポケットに入れといてくださいね。詳しい資料が必要だったら東京の事務所にいる秘書の玲子さんに送ってもらいましょう。常務室にファクシミリがあるそうですから。みんなはそれぞれの部屋で先生が質問しに来るのを待ってます。私はいつも先生のそばにいて大事な話をこのメモに記録します。見たいときは人のいないところで指示してくださいね。じゃあ私先生についていきます。お願いしますよ先生。